このままだと、もしかしたら超重ギガを使えなくなってしまうかもしれないね。え？でも、もし君がまだ超重ギガを使いたいと思うなら、ひまわりちゃんと君とで何が違うのか。え？ほらな！例えば君なら超重ギガを使える可能性もあるんじゃないかな。マジで？練習してみよっかな。こんな下手くそな絵で超重ギガがロックする？いや、それじゃコピーの時と変わらないのか。そもそもコピーで超重ギガができなかったのは。ああもう！くそ、なんでできないんだ。ひまわりちゃんと君とで何が違うのか言ってもらうために来てもらったんだ。私、先生だよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんってことはボルトの妹？わわわ、かわいい。まさか連れてくるなんて、お前の親父さん変すぎるぞ。コンクールに絵を出すなんて、ひまわりちゃんは絵が好きなんだ。お父さんすっごく喜んでたの。そうだっけ。懐かしいわね。よまずい、このままじゃ。おパパの絵。この絵は重いだ。なくしちゃいけない、絶対に。大丈夫、超重機が。本当に絵が動いてる。埋まらなそうにしていたな。あの子、今朝新天神の術を教えてくれって言ってきたわよ。本当に諦める前に何か教えてあげればいいじゃない。興味自体をなくしちゃったら本末転倒よ。こればっかりは自分で答えを見つけ出さなきゃどう。超重ギガ。おこいつはすげえってのさ。すごい。おお。おーイエーイ。本当になんて楽しそうな絵なんだ。え、何？大丈夫、僕たちの子だからね。なんで急に。ちょ、やだもう。僕にとって絵は人とのつながり。できるようになったのかい。僕はどうやら勘違いして、絵は術のための手段なんかじゃない。描きたいと思う気持ちに意味があるんだ。一度失敗してる僕なんかが偉そう。